もしよかったらこの動画を見る際、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 SNS もやってるのでそちらもチェックしてみてください。今回はピザが追加されたということで、ピザを使って食べたいと思います。この下にね、トマトヘッドさんがいるんで、ここにピザが1ぐらい買って、それで逃げると思います。逃げよう。まあ、とりあえず、まあそこは叫びもあるから、ピザを買ってから楽々と逃げれるんだよね。これピザをね投げて、これ切り取ることもできて、2枚までしか持てないんだよね確か。これこんな感じ。おやばい、シールドも HP も回復するからいいよねピザって。まあ HP は100だけど、シールドの場合は50しか回復しないんだよねピザは。まあ出現率がどうかってやったらちょっとよくわかんないけど、まあシールドと HP では困らないね、こんぐらい持ったら。おお、竜巻が発生したか。おーやべ、車も音がやべえ。マジでダメージ食らった。ちょっとダメージ食らったんだけど、ちょっと話と違うじゃん。おう、宝箱ピザはピザ結構あるから何でもいらないんだよ。ミルポがいらないぐらいだよ。おー、いっぱいあるな回復が。まあとにかくこのシーズンでマジで回復が強いっていうことは確かや、まあ、ピザも追加されたしね。こんな感じで、まあ奥で竜巻が暴れてますけど、まあ最近は最近なんだけど、このクロムベリー、クロムベリーだっけこれ、あ、クロムベリーか。やっぱりクロムベリーも追加されたしね。これも HP とかやっぱシールドとかも回復できるからマジで強いよな回復が。更新2になってからそういえばキットとか全然使ってないな。買うことがないって感じだけど、いるいる。まあ一番最初の時は1箇所しか現れなかったけど、こいつもいろんな場所からいろんな場所におるよな。こいつ色が違うけど、出現率が前より高くなってる。
ら3になってから、おぉ、やばいやばいやばい。後ろからついてきてるかもしれんから、やべ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 、うわっ、どっからどっから、何この糸、あー危ないすぎ、こいつさよなー、ついてくるな、やめてけ、あー危ない危ない、なんとか振り切ったぞ、いやマジでピザ強い、ピザが速い、回復速度が、車に乗り遅れてたら無駄物だったよ、突っ込んできようとしてたよ、残り11人か、こいつ、あ、ピザパーティーでした。